毎日ポジティブ、はい、ポジティブ18年スーパーポジティブティーチャー福でございます。さ あ今日ですね、皆さんのお話しする話はなんとですね、気がつけばスーパーポジティブティーチャー毎日のルーティンが13個に増えてたというですね、お話をしたいと思います。新しくですね、2つ追加したので、まずですね、おさらいという形で今日僕が今やってるルーティンをですね、おさらいしていきましょう。まず1つ目はですね、家のトイレ掃除ですね、でこの毎日ポジティブ、そしてウーバードライバーですね、本の執筆、読書、筋トレ、ハザップ、これは飲食店のですね、アプリですね、英語の勉強、毎日の100円の寄付、ゴミ拾い、日本地図を覚える、今11個ですね、やっていたのに新たに2つがですね、加わりました。これは12個目がですね、必ずご飯を食べるとき、いただきます。そしてごちそうさま。これを言うというですね。本当に基本的なことなんですけども、これがね、できてないんですよ、僕。毎回ね、こんなにもありがとうって、いろんな、ね、命をこう、いただくっていうときにね、いただきますっていうのを言えてない自分がすごく腹立たしくてですね、自分の子供にもですね、じゃあいただきます、ごちそうさま言いなさいよって言っても、自分ができてなかったら何の説得感もないんで、これをですね、いただきますごちそうさまっていうのを言うというのが新たに増えました。これが12個目。で、13個目がですね、今日から始めたことなんですけども、毎日朝起きたら体にありがとうね。だんだん宗教じみてきたと思う方いらっしゃると思うんですけども、ありがとうっていうのはすごくね、大切なことだし、自分の体、手もね、腕も、頭も、髪の毛も、目も鼻も口も、足もお腹も、胃の中も、心臓も、足も全部ありがとうって、こう感謝をするというのをですね、ちょっとやりたいなと思ったんです。なぜかといったら、病気になることってね、きっと感謝の気持ちが足りないのかなとも思いますし、末期がんの人がね、感謝の気持ち、ありがとうありがとうというのは何度も言って、体に対してですね、そういうポジティブな気持ちにをどんどん増やしていったら、末期がんが治ったみたいな症例もね、いっぱいあるんですよ。で、気持ち、病気っていうのはね、まさに病は気からと言われてる、気持ちをね、変えること、そして感謝することなんてすごく大切だし、そういうことで僕は健康になれると思っているんですよ。本当に思っていてですね、それを毎日朝やったら、きっと体も嬉しくなって喜んでくれて、いい作用を、ね、出してくれるんじゃないかと思ったので、毎日のありがとう、体にありがとうというのをですね、やるというのを増やまして、全部で13個と、はい、これから先もっと、ね、増えるかもしれないんですけども、なぜこれをやっているのかといったら、頑張らなくても毎日できることというのをですね、増やしたいというのと、あと自分の成長ですね、伸びしろまだまだいっぱいあるんで、それを成長させたいというのと、最終的に90歳まで現役でこのポジティブとかやるっていう、まあ、いろんなものがかかったですね、自分のあり方にすごく近いもののですね、習慣をやっているという、今日ですね、13個を新しくールーティンが増えたんだよというですね、お話をさせていただきました。ということで、以上、毎日ポジティブ、ご視聴ありがとうございました。